じゃあ、第5回ビジネスアンベン協会自己組織化社像とはと題しまして吉澤が発表します。今回の、参考文献はこちらになっています。今回は、渡辺澄夫先生の、スライドを結構図も引用したりしているので、そちらを参考にしました。はい、そうですね。今回は、データ解析の、全体像を話してから、成分解分析 と、自己組織化者像について、ちょっと対比しながら紹介してで、ソムですね、ソムのアルゴリズム、これが自己組織化者像ですけどものアルゴリズムを話して、じゃあ最後、自然言語処理というか、意味マップとか、そういうものについて、ちょっと紹介して終わりにしたいと思います。まずデータ解析の全体像です。まず、情報データですね、サンプルが、あったとして、じゃあそれが、ラベルを持っている場合っていうのは、ラベルを持っているかっていうのは、表紙ありかどうかみたいなものなんですけども、これ絶対ってわけじゃないですけど、大体は、回帰分析とか、判別分析、判別分析といわゆる分類なわけですけども、そういうのとかに、大体、なっていきます。で、別にラベルがない、いわゆる表紙なしになった時に、いろいろないわゆる真の情報源っていうものがあったとして、それについて、結局それは一体どんな感じになってるのかみたいなのを知りたいっていうのがあります。はい、で、データ解析の基本として、3つ挙げられます。まず、データが定時検、整検空間の上にあるみたいな時は指成分分析、これから説明しますけれども、でデータが少ない個数の要因で説明できる時は因子分析という、いわゆるものでデータをいくつかのクラスターに分けられるというのはクラスター分析と呼ばれるものになります。他にも、時系列分析とかありますけど、代表的なのはこういう感じになっています。で、他にも、そういうのもうちょっと、発展みたいな感じとしては、データは多様対象にあるっていう時は、これから説明するソムとか砂時計型総合学習、これはいわゆるあれですね、オートエンコーダーっていわゆるやつですね。いわゆるとかこう過程層が濃度が少なくなっていくやつとかで、今日とか全然説明しないんですけども、データを少数の要因で説明できるって時は独立成分解析とか非富士条列分解とかで、データをいくつかのクラスターに分けられるっていう時は変分別法とか階層クラス法っていうものがあったりとか、あるいは、データを発生した確率分布を推定したいという時は高分解析変分別法みたいなのが、あったりして、データ解析としては、こんな感じのが主に挙げられます。で、今日は指成分分析ということで、これは PCA とも略されたりしますけど、これは一体何なのかっていうと、指成分と呼ばれるものが、これは分散が一番すごい大きいものをでそっちの方向をベクトルとして、それで合成される、変数、を、合成して、で、それでいろいろ、議論しようみたいなのが多変量解析の一つの手法として、その指成分分析というものがあります。で、具体的に言うと、今、ある空間、ユークリッド空間があって、でデータが、ある確率密度関数というものに従うと。で、このデータが、実はほぼ定時圏の線形空間の上にあるときに、じゃあその、確率密度関数の情報をできるだけ残すような部分空間を、抽出してあげようというのが、指成分分析です。で、これ引用なんですけれども、具体的に言うとこうですね、こう確率分布が3次元に分布しているとして、それが実は大体2次元の平面で、記述っていうか、大体そっちにいわゆる乗っかってる感じになりますと、これ分散が一番今これだとひどいのが奥行きですか、奥行きっていうか、そっちの方向に分散があるので、これ第一成分って言って、でその次にまた分散他と第一成分に直行するような方向で一番分散ひどいのがどうかなっていうのと、第二成分第二成分っていうものがあって、じゃあこの構成する面が、いわゆる、さっきの確率密度、関数の、それが情報が一番失われないような、ものっていう、空間が、この平面と言えるというようになっています。
まあ、成分解析はこんなところです。で、まあ、本題です。自己組織化写像というのは、まあ、細かいこと言うと二層構造の教師なし学習ニューラルネットワークって言って、まあ、あんまり、まあ、ニューラルネットワークのこと知らなくてもいいんですけども、まあ、入力は N 次元の数値データ、つまりノードスラインですね。その次元のあれだけノードを用意して、で出力は、M 次元、この M っていうのはこれ、今、まあ、そもそも何がしたいかっていうと、まあ、これ低い次元で表現できないか、さっきの指定分解析がですね、これ3次元か2次元に表したように低い次元で表現できないかっていうことで、まあ、M 次元のこれ M はだから一般に N よりも小さいですね、 M 次元の、ノードというものを用意します。でこのノードの数はまあ基本に2です。でこのだから入力したデータを低い次元で、まあ、表現できないか、2の次元で表現できないかっていうのが、まあ、これ自己組織化写像、いわゆるソムの、目的となっています。つまり、まあ、これが低い次元で表現できると高次元のデータっていうものが、例えば2次元のですね、あのマップみたいなね、そういったもので、まあ、表現できると可視化だと、まあ、だからソムっていうのはそのいわゆるあのデータマイニングの手法に当たるわけですね、どちらかというと。そういうものになっています。で、まあ、これを、まあ、具体的に言うとこんな感じになっていて、まあ、今、この水色の、ものが、データが分布しているとすると、指定分解析だとこのようになんか、波打っているものとか、あるいは例えば二次関数みたいになっているものとか、円みたいになっているものっていうのは指定分析だと扱えないっていうか、もう誤差が ひどすぎるっていうか、結局そのはいですね、指定分解析は線形にしか対応ができないっていうことです。それに対してこの SOM っていうのは非線形に対応できて、このようなものを、これがいわゆるニューロンですね。さっきこのニューロンが M 次元のノードを持っているわけですけども、このニューロン、まあ、これから説明するアルゴリズムでこうだんだんデータの方にあの沿うようになって、あの移動して、でこれがいわゆる、データの、上のニューロンが乗って、まあ、いわゆるマップとしてこれが抽出できるということになっています。で、まあ、指定分析っていうのは結局線形には対応できないですが、結果はこれは1位に決まります。に対して、自己組織化写像っていうのは非線形に対応できます。ですが、これは学習 の順序によって結果が異なりますが、まあ、今日は説明しませんけど、学習ソムっていうやつでは、まあ、学習順序に依存しない、学習もできます。で、そう、さっきこの、あ、こちら関係ない。で、こうソムっていうのは、関係あった、すみません、指定分は結果1位決まるってあって、自己組織化写像は1位に決まらないっていうのは、これどういうことかっていうと、例えばこういうふうに2次元に分布があったとして、これを例えば1次元のですね、線で、表現したいといったときに、じゃあこの線はどういう感じに書けるのかっていうぐらいと、こういう、右側のように書けることもあれば、左側のように書けるようなこともある。まあ、つまり、まあ、これやっぱり1に決まらないってことですね。そういうことです、はい。まあ、これが一つの 例ですね。というか、例であとソムがそのデータにふさわしい次元に落とし込めるかっていうのはなかなか難しい話。例えば3次元の今空間があったとして、それはまあなんか2次元の平面になんか分布していると、でもそれを無理やり1次元でね、なんか法則性がないかってやろうとすると結構ぐにゃぐにゃした感じになってしまいます。まあ、このようにこの本当にその今この次元に落とし込みたいっていうのがそのデータにふさわしい次元かどうかっていう使用方法っていうのは、まあ、なかなか難しい、はい、です。でさらにまあ注意なんですけれども、構造の発見とこれ予測っていうのは両立しませんしません、例えば精度の良い予測っていうのがあったとして、で私たちが何かしら、データマイニングを行って何かしら知見を得たい、何か理解できる構造が欲しいってなった時には、それは当然、まあ、例えば指定分解析とかでもそうですけど、次元を落とし低次元に落とし込んだりする過程でどうしてもそれ誤差っていうのは含んできます。
ですので、まあ、これは、まあ、さっきも説明 しましたけども、ソムっていうのはなんか予測するモデルというよりかはあくまで何か知見を得ようとするモデルっていうのが、ソムの特徴となっています。でじゃあソム具体的にどういうアルゴリズムかっていうと、これは競合学習っていうやつですね。まあ、ニューロンが競い合って、勝者ニューロンを決めます。でこれは一つに決めることを、まあ、いわゆる固い競合学習って言って、まあ、これ一つじゃなくて複数あれすることを、緩い競合って言ったりとか、あるいは近傍学習って言ったりします。で今じゃあデータがあったとして、でこあとそして今度ソムの、ノードですね、をそれを、決めます、いくつか決めます、でまずソムをのノードをまず初期化します。でただ初期化するんですけど、これは何でもいいっていう、まあ何でもいいといえば何でもよくはない、何でもよくないんですけど、例えばこれはノードにこういうナンバリングするので、結局そのノードとノードを線でこの後結んでいくわけですね。その時結局適当に初期化してしまうと面倒なので、大抵はなんか一列にこう並べるように初期化するっていう、まあ他にもありますけど、まあそれがメジャーですね。で今番号をランダムに、つまりデータを適当に選びます。データを適当に選んで、それに近い、B ですね、それのノードソムのノードを選びます。で選んで、で今緩い競合学習を考えているので、それの隣り合った、ノードについてもこのように、ノードの位置ですね、それを変更します。それはさと、それに、これは近傍関数という場合もなんですけど、それをかけて、で元のやつに足して、ノードを更新、このなんか点イコールは更新っていう意味です。更新します。でこの2と3を繰り返して、で近傍関数をどんどん0に近づけて、まあ、最終的に収束するということです。で2番のこの、まあ、近いやつを選ぶっていうやつなんですけど、主に2通りがあって、1つは内積で求めるっていうものと、もう1つはユークリッド、距離っていうもので求める方法があります。で内積で求めた場合は、これはさっきのこの3番なんですけど、これにこの大きさ分だけ割ってやって規格化する必要があります。でこの内で、まあ、ゆっくりとはまあこのままそのままなんですけども、あこれマックスじゃない、これマックスじゃない、ミニマムですね、ミニマム、内積マックスいいです、ミニマムで。まあ、多分一般的にゆっくりちょっと距離の方がこれ使われていて、内積はどちらかというとこれはまあ、コネホン、ソムっていうのが開発したのはコネホンなんですけども、コネホンは最初は内積で提唱したんですけども、でもそれはなんか生理学的なモデルに基づいて、るんですけども、別にそれに普通そっちに合わせると要するに内積らしいんですけども、まあ、一般的には普通にゆっくりと距離を取ってやれば良いということになっています。で、近傍関数です。でこの近傍関数さっきどんどんゼロにするって言ったんですけど、これどうやってゼロにするのって話なんですけど、一般にはまあガウス関数っていう、まあ、やつを用いて、これ をどんどん、学習回数に応じてどんどんこれを小さく、値を小さくするということになっています。でまあこれアルファというのは学習率、シグマを、近傍半径といって、まあ、これは自分たちで、まあ決めるんですけれども、まあ、例としては、まあ、例えばこんな感じに表されることを表せます。でまあそんなこと言ってもよくわからないと思うので、これが例となっています。例えばこれ青が初期位置で、例えばですね、ここ2番目のやつがですね、例えばなんか適当なやつにあれしてこれが引き寄せられたとすると、その隣のやつこれとかも引き寄せられて、まあ、近づく対するわけですね。まあ、そんな感じでどん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 こう近づいていくという感じです。でじゃあ具体的にっていうのはですけど、例えばここに最初こう並んでいて、でこれがこうだんだんこう広がって、で最終的にはこんな感じに
2時間するフィッティングすることができるということで、あ、でもで、最後ソムと自然言語処理ということで、これソムで、まあソムはだから最終的に何を目指してないのかというと、まあマップを作るわけなんですけども、まあこれ例えば自然言語処理ならば意味マップとか文章マップ、キーワードマップやトピックマップ、まあ特徴マップとか、あと今ウェブマップみたいな感じで、まあ、まあ、なんかイメージ通りなんですけど、キーワードマップって言ったらキーワードがあると、そうどういうなんかあの近くに関連するものがあるかとか、まあ、そういうものが可視化して分かると、視覚的に分かると。でこれで、まあ、これはじゃあ何役立つのかというと、可視化できるってことは、これはつまり視覚的な情報検索を可能とするわけですね。まあこれは今そういう、まあ、例えばなんか単語を打ち込むんじゃなくてスクロールとかするだけで、まあなんか近くに、ね、どういう関連したもの、あのやつがあるかとか、そういうことが、可能とね。で、まあ、他にもまあ別にこれだけ書くやつ、特徴分析の結果を可視化したい、例えばツイッターとかをなんか分析して、なんかそれをなんかでもそれを視覚的に何か表したいとかいう時に、まあ、まあ視覚的に表した時に、まあそのっていうのが、まあ、使われたりします。はい。でまあ、この例なんですけども、なんかネット上探してもなかなかなんか見やすくて、かつなんかいい例っていうのがなくて、まあ、ただ今回はちょっとなんか内容的にも面白そうだったのが、あのオノマトペの問題っていうの、これはなんかあれです、擬音語的な、なんかポカポカとかホカホカとかホットとか、なんていうか、そういったものを、まあ、ソムで文字で分類したっていうやつですね。まあ感じで、まあ、こういう感じに、まあ、これ本当もっとガーってあるんですけれども、まあ、こんな感じで用語が、まあまあ、マップのようにこう分配されると。でこれは結局、まあ、分類って書いたんですけど、このソムっていうのは、まあ、単純にマップに分なんかあれするわけじゃなくて、それがしっかりなんかあの近くに似たようなものがあると、いわゆるクラスタリング的な側面のも持っているっていうのが、まあ、ソムの一つのポイントとなっています。というわけで、まあ、ソムとは終わりにします。はい、ありがとうございました。